行きましょう。今乗っているのはプジョーの508になりますよ、の SW になります。プラグインハイブリッドモデルになります。今ね、僕はもうずっとこれ、結構昨日も千葉の下の方までビューンと行ったり結構乗ってるんですけれども、この車結構いいですよ。ちょっとだけ高い、まあでもね、 SW でこの、プラグインハイブリッドでって考えたらこんな感じですよっていう、そういう言い方が適切かどうかっていう感じではありますけど、僕は納得です。で、何がまず順番に、もう僕たくさん乗ってるので、もうどんどんもう頭の中整理が結構できちゃってるんですけど、何がいいかって、まずね、乗り心地がいい。なぜそんなに乗り心地がいいかって、もう単純ですよ。車が重たいからですよ。重くないと出ない乗り味っていうのは絶対あるんです。で、なのでこれは 1.8 トン超えてるんです。バッテリーも積んでいて、で、重量バランス的にも後ろがしっかりと重くなっており、この2800のホイールベースで考えた時にもともと揺れが少なくなるんですけど、それがさらになんかドシッとリアがしてくれるような形でとてもいいんです。で、それでいて重量バランスが整ってて、リアにちょっと重りが乗ってるような感触だからか、僕が大好きな、よく言うリアがちょっとちゃんと動いてドシッとしてくれる、なんか旋回バランスなんですよ。だからそこもいいところ。だからね、ほんとかなりいいところづくめ、づくし、づくめ、づくし、づくし、づくし、はい、すいません、つくし、はい。で、あと乗り心地いいでしょ。で、ほどほどに静かさがあります。ほどほどにって言ってるのは、まずロードノイズがほんのちょっと、まあ全体的に静かなので、それで言うとロードノイズ気になりますねっていうのはちょっとあります。特にフロントが気になるのと、あとペダルに振動が来るので、このあたりはね、あの質を高めようと思った時に、もうちょっとペダル振動は抑えてもらいたいなって。このペダル振動実はエンジンから来てますね。エンジンの振動がそのまま伝わって、パワトレの共振とかで含めて、シャーシを伝わって、このペダルが今ちょっと振動してるって。で、そこがちょっと気になるところ。だから、乗り味とかの質を決めるのはやっぱり最終的にはこの手から伝わる手とシート足裏、まあ、このあたりなんですよね。だからそこの振動を抑えるだけで車ってゴンと上質になるんですけども、と、あと耳から入る音、もうここなんですよ。だから実際に車がどうのこうのじゃなくて、最終的にドライバーが感じるのは何かっていう時に、ドライバーが感じる一番メインの接点としてある手と足裏とシート、耳、まあ目はね、まあ見えやすさとかあるのかもしれないですけど、まあ基本的に耳、ここまでの4点、この4点で車の、質って結構決まるんですよ。全体的なるこのしっとりと重たいことで動くっていうあたりで、シートに伝わってくるフィーリングとか、このシートのナッパレザーも、まあこれ蒸れます、これ夏結構蒸れると思います。すいません、そこはね先に言っておきます。滑覆のいい方、結構暑がりの方も多くて、意外とベンチレーションシートがもう必須だっていう方多いじゃないですか、高級車を選ぶ方の中で。なのでその方はね、ちょっとここは一回ちょっと立ち止まるみたいな、確認するみたいな。ナッパレザーって意外とね、しかもこのナッパレザー通気性がちょっとね良くなさそうな感じなんですよね。まあそこはちょっと気になるところではあります。でもその柔らかさはあるので、その質感としてはとてもいいと思います。で、ハンドルもすごく結構洗練されてるような印象ですね。まあそこもいいと思います。で、それでいうとこのペダル、あ、ブレーキペダルも振動してます。そもそももうフロアが振動してる。このね、シートのこの辺りから前、フロントのバルクヘッド周りにかけてがすっごい振動してるんですよ。剛性を高くなりすぎて、いなしがなさすぎるのか、ちょっと振動してて、その振動が全体的にちょっと波及してるような印象で気になりますかね。ちょっとどうにかしたいな、もったいないなっていう。まあでも、まあそこまでじゃないか。そこまでじゃないか。神経質に、まあ僕は本当神経質なので、まあでも気になるのって言ったら本当そのぐらい。あとね、耳から入る音で、先ほどのロードノイズもそうですけれども、ここ。これ個体差かもしれないです。サッシレスだからか、ここちょっと風が入ってくる音がするんですよ。これだから個体差である可能性がとても高いです。でも一つ覚えた方がいいのは、サッシレスはかっこいいんですけども、サッシレスにすると基本ここから結構隙間風があります。高速道路とか行ったりすると意外とその隙間風は出やすいです。なぜなら車は
このサイドを流れる空気も速いので、そっちに窓ガラスは引っ張られるんですよ。だから窓ガラスってハイスピードになればなるほど外にギューって引っ張られようとするんですよ。サッシがある車だったら窓を閉めてる限り上で引っかかってるので開くことないんですけど、あとは窓のフレームにガッチリとガラスが組んでないような形状のモデルになると、そうなった時にはちょっと窓がこの浮くっていうのを防ぐためのフックつけたりしてる車もありますもんね。まあなのでちょっとね、そのあたりが少し気になるんですよね、音がっていうのはあります。そのぐらいかな気になるの。あとめっちゃいいですよこの車。あとめっちゃいいですよって、その気になるところって言ったのがちょっと大きいかもしれないですけどね。でも EV も力強いし、320Nm、今ずーっとモーターだけで走ってますけど、この感触いいですよ。で、今エンジンかかりました。で、このね、エンジンがかかったのが大概わからない。これね、クラッチでモーターのところとつながってるかからか、その室式クラッチ、タマンクラッチがたまにちょっとポカッとしてるのか、仕事サボってる時があります。まあそれがね、1回こういう風に走って1時間ぐらいドライブしてる中で、街中とかを走ってて1回あるか2回あるかとか、そういう感じですかね。高速道路走ってる感じだとあんまないと思います。ここで例えばフル加速したとしても 3,2,1,5、 ほら全然、いい力強いわ。やっぱりこれで 360Nm ですもんね、システムとしては。だから下はモーター、上はエンジンみたいな、要はターボっていう。だからターボが出せないその低回転領域の、トルクに関してはモーターが 320Nm のモーター一生懸命頑張りますよと。でモーター回転数上がってくると、どんどんトルクが落ち込んでくるので、もうそこからは俺に任せろでエンジン頑張るみたいな、その組み合わせがすごいうまくできているような形で、そこの組み合わせ帳尻もすごいんですよ。でしかも今なんでそんなに加速が良かったかって、スポーツモードだからです。いつの間にスポーツモードなんだこれ。はい、戻しましょう。ハイブリッドモードに、いやコンフォートにしよう。街中ね、コンフォートめっちゃ乗り心地いいんですよ。でもスポーツモードも悪くなかった。やっぱりこのアクティブサス路面読み取ってくれてるから結構賢いんですかね。ちょっと見ててください、レーンチェンジしますよ。でハンドルほとんど切ってない感じですよね。これがだからプジョーの508結構いいんですよ。まあ小径ハンドルだからっていうのもあります。小径ハンドルになればなるほど、ハンドルなんてほんのちょっとしか動かさないで、あの外の距離で言ったらたくさん動かしてても、内側だったらほんのちょっとしか動かさないじゃないですか。まあそういった効果もありますけども、まあでもすげえ楽。しかもね、やっぱりこれ SW でもともと後ろ重たいんですよ、普通のセダンよりも。で SW になった上でこれ PHV になるとすっごい重たいので、いやーいいじゃないですか。僕このバランス好きですけどね。まあだから重くなった分の加速力とか曖昧なんじゃないのって、だからそこはモーターが補うとか、燃費もモーターが補う、回生エネルギーで補うっていう形ですけれども、まあ僕はこの組み合わせすごい結構ねいいと思います。だからこれをプラグインハイブリッドの日本導入として初っていう形で、このプジョーは今プジョー初めて、あ、ちゃう入れてきてるね、 SUV だと。だから508のこの上のクラスとしては初めてこの上質にガンガン使い出した状態だ。この上質さっていうのをね、ちゃんとなんか持ってる感じいいですね。いや、このデコボコ路をこの振動の収束で来てるのはすごい。なんかね、一昔前のプジョーの猫足を思い出した。まあ何のことを言ってるんだっていうと、まあ最近僕の動画を見てる方は、もうプジョーとかの動画、シトロエンとかを見てる方はお分かりだと思うんですけども、プジョーシトロエングループ内の、要はシトロ、まあ今は、ステランティスになりましたけれども、FC8 も合同になりましたけれども、プジョーとシトロエンと、DS で同じプラットフォーム共有をしている中で作り分けた時に、DS が最も高級でもあり上質でもありっていうラグジュアリー路線で行ってて、でシトロエンが結構ベーシックで、プジョーは意外とスポーツ系の方の味付けっていう形でプラットフォーム共有してる3つのブランドでなんか作り分けしてるなっていう印象を僕はずっと受けてたんですけど、
なんかその中でだからプジョーの猫足って、あーなんか昔はこうだったのになみたいにちょっと思うところはあったんですね。それで言うとほらすごい今の動きも、だからなんかね、本当このアクティブサスを使った形のこの重厚感のある形のこのフィーリングは、なんか昔の本当プジョーの猫足をちょっと、うん、思い起こさせるというのかな、なんかそういう印象なんですよね。まああとちなみに気になるのは、まあホールド機能がないことですかね。あとこのブレーキホールドはなんでないのかな、フランスであまりここは必要とされてない印象ですかね。まあパーキングブレーキをわざわざ一回一回始動させればブレーキホールドみたいになりますけど、今要はシートベルトを締めていて D レンジであればアクセル踏んだらこのパーキングブレーキは勝手に自動解除なので、こういう風になので、まあ長い時にはこれをいちいち引けばホールドみたいには使えますけど、いちいち引くんだったらブレーキ足保持してるよっていう話じゃないですか。だからこの保持機能はちょっと欲しいところですね。あと今回あの坂道とかも結構、住宅街とかの坂道とかも、あの僕の住んでる近く結構あるので、そこを走った感触で言うとたまに、やっぱりギクシャクする時はあります。あ、今ね珍しく分かった、何が分かったかって、あのエンジンがかかってドンってきたのが分かった。だからたまにこれあるんですよ、ゴンとなんかね動力が加わる感じ。普段はねすっごい滑らかですけどね。さあ最後ちょっと高速行きたいんですよ、この力強さと、あと運転支援ね。あ、先に言ってしまうとこの運転支援、このレバーですよね、やっぱりねこれはねちょっと使いづらいですよ。あのこのボタンなんだっけなが、試し操作をしてみるまでわからないんですよ。だからしょっちゅう使ってる方だったらもう直感的にいけると思うんですけど、オーナーであれば。でもまあ毎日高速道路乗る人でこれ使う人だったら全然慣れると思うんですけど、たまに高速乗るっていう方であればこれオーナーでも使うたんびに一回一回確認だと思います。これ、あ、このトップのボタンはレジウムボタンだったな、復帰ボタンだったなとか、上と下がこれ車間距離の長い短いだったなとか、メインのキルスイッチはこっちのダイヤルだったなとかで、裏のボタンでプラスマイナスだなとか、もう全部ねこれが見えにくいんですよ。だからやっぱハンドルに来た方が僕はいいと思いますね。しかし運転楽になってきた。やっぱねこの小径ハンドルって、あの運転しだした時は結構違和感あるんですけど、運転をだんだん僕これでなんやかんや今日も朝起きてきて1時間もう経ってるんですけど、これ車運転して、で昨日って僕自分の LC 乗ってるので、なので結構乗り出しちょっと違和感あったんですよやっぱり。でも今逆にすっごい楽になってきました。あの操作量がほんと少ないんですよこの車。だから結構プジョーとかで、あの荷台持ちとか奥さんがプジョー乗ってて、たまに旦那さんもそのプジョー乗るとかで乗った時に、うなんだこの小径ハンドルみたいな結構違和感を得る方いらっしゃるのかもしれないですけど、でもねこれほんと慣れると楽。だからこの小径ハンドルをただ単にそれだけを見つめてダメとは絶対言いたくないんですよ。これだからね結構幸せになる人もすっごい楽ですよ本当。レーンチェンジとかも本当さっきから示してますけどすっごい楽なんですよ本当。操作量が少ない。いやしかしマジ力強いんですけど、滑らかなんですけど、猫足なんですけど、ちょっとマジですか。ちょっとハイブリッドモードにしました。いきますよ、ちょっと3、2、1、5いきます。ちょっと前と間隔を空けて3、2、1、ドン。ちょっとターボラグというかタイムラグあったかな。でも力強い力強い、まあ、力強いですね力強い。この加速力があったらまあまあ不満は出ないと思います。でもそのなんていうんでしょうね、エンジンで300ニュートン、モーターで320ニュートン、馬力で言ったら180馬力100馬力合わせて225馬力、だからもうちょっとあってもいいのかなっていう感触はありますね。だからハイパワーとは思わないでくださいね。そこはね勘違いしてもらいたくないところですね。だから300ニュートンの320ニュートン、うわすげえじゃんで、それだけでシンプルに処理しないでほしいですね。ほんとトータルではもう360ニュートン、225馬力なので遅くはないですよ。でも 1.8 トンあるので、
そのぐらいのスペックで言うと、もうちょっと欲しい感じがあるのも、うん、現実問題っていう、そういう話ですよ。さあ、じゃあちょっと運転支援、忘れてた。はい、運転支援を試しに高速道路来たのに、かなり走りが滑らかだから、もうそっちに、注目しちゃった。で、今、ちょっと待ってください。車間距離を長くしてあげれば、あ、こっちだ。ほら、操作間違えてた。よいしょ、短くなっちゃった。逆逆、あ、どっちだこれ、何、あ、なんだなんだこれ、何、あ、リミット、え、何これ、このボタンわかんない、何なのこれ、メニューボタン。はい、ハンドル支援今聞きました。この状態で多分次のカーブとかはちょっと車間距離短くしよう。車間距離今長くして、長くした方が前の車、今トラックじゃないですか、トラックとかで車間距離短くしてると白線の読み取り領域が少なくなっちゃうので、要は視覚が増えるじゃないですか、カメラにとっての白線の、だからね、白線の認識導入が遅くなるんですよね。だから早く白線認識させたかったら、ちょっと車間距離長いバージョンでまず認識させて、そこから詰めるっていう方が早く効かしたかったらいいですねって、裏技ですけど、結構ね、ブレーキコントロールとかも滑らかですね。今結構車に任せてます。ハンドルもそういえば任せてましたよ。うん。いいじゃないですか。そう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 。あ、もうこのカーブになっちゃうと当然ハンドル支援は切れますよ。うん、当然当然。さっきの穏やかなところ結構効いてたのはいいなぁ。さあ、クルコン。で、これまたハンドル支援入ってます。で、このハンドル支援を今切りました、ハンドル支援。で、例えば右側を寄った状態でこれでハンドル支援、こんなの普通やりたくないですよ。もうちょっとね、本当は真ん中寄りたいですけど、この右側に寄って、皆さんのカメラから見るとどうでしょうかね。結構このガードレール近いじゃないですか。だからこのガードレールが近い状態をずっとキープしながら走ってくれるんですよ。僕にとってめっちゃ怖いですけどね、これ。だからセンター走りたいですけど、これあえて、だからこういった使い方もできるよっていう話です。で、速度コントロールとかも滑らかですし、ほらほらほら、このカーブ結構いきますよ、ほら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 。で、ちょっと今切りますね。で、今度はこの、じゃあ右側をキープしながら、結構右寄りですよね、皆さんのカメラから見ても。ほら、松田車ちょっと近いでしょ。この状態でスイッチオン、はい、この状態でスイッチオンにした時に、ほら入った。だからこれで白線側キープです。皆さんのカメラから見て、おー、怖えよ怖えよってなるでしょ。だから今そっち側寄ってるんですよ。だからこういうのができるんですよ。おー、怖い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 、ちょっとちょっとちょっと、やめよう、はい、っていうのができるのがこの車の、まあ、凄さですよ。プジョーの運転支援の良さ。だからブレーキコントロールとかも滑らかですけれども、うん、結構賢いんですよ。いや、でもね、ほんと力強いし全然いいと思います。3、2、1、5。あ、スポーツモードだったらもっと激しくなるので十分っすね。十分十分スポーツモードでいいじゃないですか。これで全然いいですよ。この伸び感もあるし、うん、いいと思います。おすすめです、やっぱこれ。うん、すげえおすすめ、この乗り心地と、うん、このなんか静かさと重厚感と操作性の良さと、リアの踏ん張り感と、リア踏ん張るからハンドリングのバランスもいいですし、前後バランスが本当にいいんですよ。普通の FF のフロントヘビー感が少ないので、まあ僕はだから電気かぶれと FR かぶれ結構してる要素はあるので、 FR かぶれっていうか前後重量バランスが整った車が本当好きなんですよね。うん、だからそういうのを言った時に、結構この車は FF ではありますけど、すごい好みの動きを結構してるんですよ。まあやっぱり風が入ってくるのはちょっと気になりますけどね。まあという感じでですね、まあこれ本当おすすめですね。まあ価格に対してどう捉えるかというところでありますけど、僕の今時点の観点で言うとコスパはとてもとてもいいと思います。まあなのでおすすめです。まあというわけで今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いできたらと思います。ではでは失礼いたします。イカライフを。いやー、アルファードお腹突っ取られると思ったな。まあアルファードの人もびっくりしてましたけどね。タクシーがはみ出してきちゃったから、アルファードがはみ出して僕にぶつかりそうになってたけど、まあ、僕はまだ余裕ありましたけどね、ミラーで見てて避ける範囲も。で、ああいった時ってほんとね、
アルファードの動きに合わせて避けれる準備はしといた方がいいんですけど、最初から避けとかない方が、僕のこれ持論ですよ、避けとかない方がいいんですよ。最初から避けておくと怖いなと思って避けたくなる気持ちあるんですけど、避けておくとこの人アルファードの人から結構見えないんですよ。だからなるべく最初は極端し自分の車線内でアルファードがあれ来るの分かってるので、あ来そうだなっていうのを読んだらもうそっちにちょっと寄っとくんですよ。そうすると早くアルファードとしても、認識できるし把握できるし、ミラーとかであの人が見てるんであればミラーにも映るでしょうし、だからあえて自分を気づかせるっていう方向にちょっと寄せるみたいな。でそれでも相手が今気づかずに、もうハンドルの角度見えるのでタイヤの向きが、ならあの向きで、あぶつかんないって僕は思ったのでそんな避けなかったですけども、あのハンドルの向きがもしも、自分の方に結構穏やかにまだ向いてそうな感じであれば、僕が一緒の動きでパッと避けながらちょっとブレーキかけて少し前に行かしちゃうとか、まあそういう動きをやるんですけど、まあだからね結構これあの使えるアイテムかもしれないですね。安全運転の中で僕は結構使いますね。相手に結構寄ってくっていう形、見せる方向で一回するっていう、避けないみたいな。